からは読み解くです。今日はゴートゥートラベルの再開について詳しく見ていきます。解説は経済部の塩素記者です。よろしくお願いします。ま,すまずは担当の赤羽国交大臣の今朝のこの言葉からご紹介します。ゴートゥートラベルについては、国の事業として全国一斉にやるというのが原則。なかなか今すぐゴートゥートラベルの再開というのは簡単ではないと発言をしました。そうすると。 今演奏さん、はい、すぐ再開というのは考えにくいのかなというふうに感じるコメントなんですが、はい、実は水面下では何か動きがあるそうですねそうですねあの赤羽大臣の今日の発言はどうやら建前のようでして、はい、あの水面下で再開に向けてもうすでに検討に入っているようなんですね、うん、で、ある国交省の幹部取材した幹部はですねこんなふうに話していまして再開の線で検討しているが解除後下の根も乾かぬうちに ートゥー再開というニュアンスを出したくないというふうに話していまして不安の声もただ、ですねいきなりアクセル全開全面再開というわけではなくて次のページなんですけれどもまあ早ければ来月に再開ということでこの次のページですねアクセルを弱、中、強と3段階にどうやら踏み込んでいく。 そういういいいいことを考えててるんです、ねはい、演奏記者に聞 GoTo いいト,トラベルの再開というのは車のアクセルに例えて弱、中、強ということなんですが改めてどういう意味なんでしょう、はいあの。政府は何としても感染のリバウンドを抑えたいと防ぎたいということでアクセルを3段,3段階に設定するようでして、はい、まずは1つ目の,このアクセル弱なんですがこれあの県内の旅行のみに適用できますよと。 Go to をこれどういうことかといいますと、はいまあ、文読んで字のごとく県内の旅行つまり、うん、その県内県民の方が県内の旅行をするのにおいて、うん、GoTo が利用できますよということなんですね。と、はいうことなんですね。例えば石川県がその対象になっていた場合は石川県民が石川県内の旅行の時に GoTo の割引が受けられるということで、はいうん、じゃあ、どれぐらいの地域が これ対象の候補に上がっているかというと34件 VTR でもありましたように国交省に32の県の知事が要望しましたよね、ええ、その県に加えて島根県とそして徳島県が入って34件と。 ただ、これあの宮城県で今、感染者数増えてますしににわかね独自の緊急事態宣言出してますからまあこういった地域がもしかしたらこの地域から外れる可能性もありますし逆に感染状況が落ち着いていると判断されれば 京都兵庫なんていうのも入ってくるかもしれませんしんここは非常に流動的ですもう県の皆さん頑張ってずっとゼロの県とかあるわけですよ、はいうん、ま山梨とか、はい、ね知事さんがあの花見行きましょうって言ったり、うん、鳥取なんかも全部で200人ちょっとですかね、はい、これまで累計で、はい、ですからまあそこはまあ考えながら県内だけで言ってるがまず弱と、はい、じゃあ中のが、はい、次、中なんですけど、はい、ちょっと踏み込みますアクセル中どういうこのか。 感染状況が落ち着いている地域間での利用は可能、はい、これどういうことかというとこれも文字通りなんですけども感染状況が落ち着いている地域同士で移動することは GoTo 利用できますよと、うん、例えば、広島県と静岡県がその対象に入っていた場合は広島県民が静岡県に旅行に行く場合、うん、これは GoTo 利用できますよと割引受けられますよと。ただ 例えば東京、これは見通し立たないですけれども、東京に行く場合は、これはゴートを利用できませんよと。うん、まあそういう仕組み。なるほど。はい。これがアクセルの中になります。そうするともわかりますね。アクセル大というのは何かと言いますと、はいはい、これはもう全面再開ということですね。はい、うん、これがですね。ええ まあ政府取材してますと全面再開このアクセルのもう言ってしまえばベタ踏みに関しては非常に慎重姿勢なんですよね。政府はですねもう、はい、ある観光庁の関係者こんなふうに話していましてオリンピックとの関係もあるからそこは総理が判断することになるとこのアクセル全開に関しては、ええ。で仮ににゴーールデンウィークに全面再開して 感染が爆発してしまったらオリンピックが中止なんてことにもなりかねないしこれはもう最悪の結末なんだとですので相当慎重に判断せざるを得ないということでこんな案が上がっているんですけれども全面再開はゴールデンウィーク明け以降になるんじゃないかということで結構、まだまだ遠そうですね。 GoTo ト,トラベルが感染拡大の原因になったかどうかという検証も済んでいませんしね、はい、思い出すと、まあ、東京2000人以上まで増えましたけどあの去年の年末に GoTo ト,トラベル全面停止していますので止めても増えたわけですから必ずしも原因になったかどうかわからないと、はいまあ、もちろん原因になった可能性もありますけれどもまあ、ただ、やっぱりオリンピックというのは大きなファクターですね。そ,うですねそこに向けて だからこそゴールデンウィークにアクセル全開してしまって、うん、まあ不透明ですけどねその原因直接的な原因なのかどうかっていうのは分からないですけどえ、ええはい、その時に感染者数が増加なんてことになったら、まあ、本当に観光地の関係者が言っているように最悪の結末になるということで観光業界も助けなきゃいけないという難しいバランスはあるのは事実のようです。はい、演奏記者でした